はい、いつもありがとうございます。ホッケーのアルティメットコレクションですね。お客様からご依頼を受けて、パーソナルブレイク代わりに開封するという行為ですね。はい、ウルティメットコレクションアイスホッケーです。はい、こちら2箱ですね。一応先週、まあ今日日曜日なんでね、先週発売したばかりです。ワンパックスタイルのボックスですね。はい、ワンボックス1万4ぐらいです。ね、ここのメーカーは価格を、ね、ホームページ上に出しちゃいけないんであれですけどね。よいしょ。はい、じゃあ一つずつ開けていきます。よいしょ。はい、紙のベースですね。1枚ずついきましょう。はい、紙のベースの99枚限定ですね。結構少ないですね。66-99ね、いつもと変わらぬアルティメットのベース、こんな感じですね。次オートグラフです。フラナったんですかね、ヤコブフラナ、ウルティメットルーキーオートですね。299-85キャピタルズ、どこの方でしょうかね。チェコの方だ。なるほど。まあオンカードでいいですね。もう一個音、はい、アンソニー・ダクリアですね。8-99、これもオンカード。はい、コヨーテスのウィング、最近ホッケー店長あんまり見てないからな、最近の選手わかんないです。で、ジャージガート2つですね。ポロックと、はい、両方ルーキーですね。でもこれ投資ナンバーなので、これがルーキーカードになるのかな。はい、だジャージ2つ、サイン2つ、ベースが1つ。ただベースは99枚なんで、ね、最高級版と同じぐらいの生産数なんですかね。案外少ないかもしれないですね。まあアメリカだと今もこれ150ドルぐらいしますよね。あとさっき紙のベースだったんですけど、あのアセテートプラスチックのもあります。トーマス・チャボット、これも66番。ウルティメットインプロダクションですね。はい、かっこいいですね。これアセテートのカードです。お、次はオートパッチですね。ルーキーのオートパッチ、はい、ブルージャケット117番、 NCA アメリカ人かな、ミシガン州ですね。アメリカの方ですね。これもオンカード、いいですね。34-49、このパターンは3一個なのかな。オートパッチだと味が2つですね。ゲッツレフとオースティンマッシューズ160。はい、っていう形ですね。はい、2箱、1箱目がサイン2枚、2箱目がオートパッチだったんでサインが1個っていう感じですね。はい、お客様からご依頼されたパーソナルブレイクでした。ありがとうございました。